服部幸男は、日本の料理評論家、教育者、タレント。学位は博士。本名は、染谷幸彦。学校法人、服部学園理事長、服部栄養専門学校校長、公益社団法人全国調理師養成施設、協会理事長、社団法人全国栄養士養成施設協会、副会長、一般社団法人全国料理学校協会、副会長、 東日本料理学校協会会長特定非営利活動法人 NPO 日本食育インストラクター協会理事長プライドフィッシュプロジェクト企画委員会会長一般社団法人全日本食学会理事東京都豊島区出身料理学校ハットリ学園の創立者であるハットリ同成こと染谷久志の子として生まれた立教大学に進学し 社会学部の産業関係学科にて学んだ。1970年に立教大学を卒業し、社会学士の称号を取得した。後年、A study on the relationship between food intake and personality in human students と題した博士論文にて昭和大学より博士の学位を取得した。2009年7月2日、 日本中札アメリカ合衆国臨時代理大使、ジェームス・ズムワルトとはじめは、1561年に発症し、1885年に日本に初めてカレーを紹介した、ハットリリューカッポを17代目家元の孫を自称していたが、2007年9月に、週刊誌、週刊文春や日刊現代などがそれを虚偽、服部であると報道すると、ハットリ本人も自身に、 服部と家との血縁関係はなく、服部幸男の名も芸名のようなものであることを認めるに至った。以降には経歴を修正する一方、自身が経営する、服部学園卒業生に対しては、服部流活法免許と題した書状を交付している。また、これに先立つ2001年には、長年にわたって料理を指導、評論してきた服部が、調理師、 専門調理師、調理技能師、不具調理師、生解衛生師、栄養士免許など関連する資格や免許を一切所持していないことが報じられた。所持していない理由は、調理に関する資格は、ハットリが出題問題作成もしくは関与しているためである。2013年8月28日、日本中札英国特命全権大使、ティモシー・ヒッチンズと、 服部清子の公認として、1977年に、服部栄養専門学校の校長に就任した。同時に、服部栄養専門学校の設置者である、服部学園の理事長にも就任した。それ以来、現在に至るまで、服部学園理事長と、服部栄養専門学校校長の双方を兼務している。その他、他の教育機関でも、教鞭をとっており、 立教大学では全学共通カリキュラム兼任講師を務めた。東京農業大学と昭和大学医学部ではそれぞれ客員教授を務めた。広島大学大学院岩薬保健学研究院と高知大学医学部ではそれぞれ非常勤講師を務めた。人愛女子短期大学や農業者大学校ではそれぞれ特別講師を務めた。 国主館大学では21世紀アジア学部21世紀アジア学科にてホスピタリティマネジメント2の担当兼任教員を務めた。公的な団体の役職としては全国調理師養成施設協会の理事長、全国栄養士養成施設協会の副会長、全国料理学校協会の副会長、東日本料理学校協会の会長、 NPO 日本食育インストラクター協会の理事長などを務めている。また、全国栄養士養成専門学校協議会からは、名誉理事長の称号を授与されている。男女法賞を受賞。また、フランスからは、国家功労勲章シュバリエや農事功労章、オフィシエ、レジオンドヌール勲章シュバリエが授与されている。父親は、ハットリ学園の創立者、ハットリ同性。 実枚は、ハットリツキコの名で活動する料理研究家、ありがとうございます。